いかがでしょう。いいですよね。なんかこの作るのも大人になったなって、もう30なんでもう十分大人なんですけど思いますよね。ありがとうございます。じゃあグラスにまずは氷をいっぱい入れてください。いっぱい入れます。あ、いいですね。じゃあ続いて缶の香を静かに注いでいただきます。いや、綺麗なボトルです。ありがとうございます。あ、ボトルも持っていただいた。今回焼酎1に対してソーダが2、はい、ということになりますので、グラスの3分の1ぐらいに、はい、なるように。3分の1ぐらいね、うん、あ、入れすぎた。ちょっと濃いめですね。まあいいでしょう。はい、いいでしょう。いただきました。うわ、いい音。さあ、たっぷりと入れていただきましたので、たっぷり入れました。最後に氷をマドラーでこう1回持ち上げるように、はい、少しゆるくでいいのでカランと混ぜていただきます。さあ、では缶の子自然割りおすすめ完成いたしました。いや、美味しそう。いただきます。乾杯。あー、美味しい。いや、なんか自分で、あ、濃さはちなみにちょうどいいです。美味しい。なんか自分で作ったからなのか、なんかこうさらに美味しく感じると言いますか、いいですね。美味しいです。本当に美味しいし、何ですかね、もう疲れが吹っ飛ぶと言いますか。本当に皆さんにとってすごくいい経験になって、そして絶対ハマると思うので、皆様ぜひぜひ大自然の中で缶の子の自然割り、ぜひぜひ楽しんでみてください。ありがとうございます。はい、本日のゲスト、お話を伺いましたトリンドル玲奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。持って行っていいですか。いいですよ。持って行きます。お気に召していただいたようで。ではゆっくりと。普通こういうイベントですと、まあ、味見されるとちょっとグラス置かれるんですけど、ずっと持ってらっしゃいましたよね。ずっと飲みたかったんです。